皆さんこんばんは、ブームです。ハードコアサバイバルやってきます。はい、ということで前回はこんな感じ。ブランチマイニング場をね作りました。こっちがダイヤ用、こっちが鉄用っていう感じでね、2箇所作りました。カチッってやってヒューッと降りるときはこんな感じで、ザブーンと降りて、戻るときはこっからビューンとね戻れるようになってます。まあ、今回は拠点を作るべく職人場をねちょっくらっていうか作っていきます。であとはね村とかねちょっと探したり、まだ村発見してなかったからね、そういうのをねやっていこうかなって思います。ここら辺にはまあちょっとね町を作りたいんで、少し離れた場所に、あっちの方にしようか職人場は。まあ、まずねちょっとね大変なんですけど、ここら辺を平らにねしていきます。はい、とりあえず一旦こんな感じでできました。まあちょっとね狭いんだけれども、まあこうやってここで 1,2,3,3つ広げてやろう。こんな感じで真ん中がね3ブロック間隔で開くようにやっていきます。 OK です。これでね植林場のね基礎っていうか、まあベースはできました。まあ、ちょっとこんな感じで今回はね囲っていきます。コロロ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 、 OK ね、こんな感じで。でちょっと周りはね石を使いたいので、少しね石をね焼きますよ。フェンスは陶皮をね使いましょう。陶皮大好きなんで。オッケー。まだ制限ブロックないからさ、もうそらそらけ育っちゃう。ここを周りをこのようにやって、周りに石レンガをね置きます。はい、そしたらねまあ植林場がこんな感じで、まあちっちゃなね植林場みたいなやつがねできました。制限ブロック、そうだね、一応後々ちょっとめんどくさいことになっちゃうから、制限ブロックね置いとこうか。ちょっとねガラスを使ってね制限ブロックをね置こうかなと思います。ここにね作っていきます。9ブロック目くらいにしとこうか。9ブロック目くらいに、まあ、こんな感じでね制限ブロックをガラスで。はい、これでね多く白樺の職人場の完成でーす。まあミニマムサイズですけれども、まあ1人分だったらちょうどいいかな、これくらいで。うん、OK でーす。じゃあそしたらね、じゃあ今回の目標その2ということで、あの村をね探しに行きましょう。村で、まあ、何日に行くかっていうと、まあ、別に村行くだけだからさ、特に何もすることないんだけど、まあ、取引とかねしたいなーっていうことで。でまあ今回まあね村人を拠点まで連れてくるかどうかっていうのは、まあ、すごい悩んでるんですけど、自動の施設を作れないので村人のね攻撃がねだいぶ重要な要素になってくると思うんですね。だから作りたいの。全然近くに村がなくて、どこにあるだろう。勝手に予想タイムっていうことでね、村はね多分ね初期スポーン地から300ブロック以内にねあるんですよ絶対。だからその範囲をちょっとぐる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 回る。 300×300 以内、 400×400 以内、ちょっとそこら辺わかんないですけど、まあ、絶対ね必ずね走り回ってればね村見つかるんでね。運が悪いとさ見つかんない。おーと、ほら見た今めっちゃ村あったでしょ。はい、こんな感じでね村あるんですよ近くに。よーし、お父さん牛、お母さん牛、子供はかわいそうだから残そう。よーし、村に到着しました。まあ、とりあえず村に来たら物色タイムということで、物色をねしていきます。まず村では、よいしょよいしょ、お馬さんもいるじゃん、お馬さん。じゃあここはねお馬さんのね実績解除、お馬さんに乗るようで実績解除しましょう。おっしゃー、できた、永遠の親友となるだろうということでね、進捗を1個解除することができました。 OK。うわ、なんだこの動物は。羊狩りだこれ、羊狩り、羊狩りと牛狩りだ。おらおら、かわいそうに。おおおお、やばいやばいやばい、これはやばいやばいやばい。動物パラダイスだ、動物、ドーパラ、動物パラダイス、略してドーパラ、いいね。おら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 、ジャックポットだぜ。こんな風にやってきました。オッケーオッケー、もう動物はいいか、だいぶ村から離れちゃったし。じゃあどうしようかな、これ村人連れて帰ろうかどうかね、今ねちょっと悩み中、すっごい悩んだよ。でも2人くらいさ連れて帰ないと意味ないんだよね、1人だけ連れて帰ったとしても。まあでもとりあえず1人だけでも連れて帰るような感じで行く。うん、オッケー、君に決めた、君に決めた。なんだって、
OK。 じゃあね、これで帰りまーす。ジャングルクルーズだ。これめっちゃジャングルクルーズじゃん。ほら、ジャングルよりもジャングルクルーズじゃないこれ。危ない、あそこにワニがいる。バン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 って言ってね。はい、これはどっかに迷い込んでる。うお、イカいっぱいいる。イカパラダイスだ。 いろいろパラダイスがあるね。いや、進んでる方向おかしいこれ。あ、なんかある。せっかくだから寄ってこう。なんだこれ、こんなんだったっけこれ。こういうの、こんな水中遺跡みたいな感じでさ。 あんまり全部いらないけど、とりあえず持って帰ってく、念のため。おお、ジャングルズクルーズの続きだ。オウムさんがいるぞ、こっちに。シロクマだ、シマウマだ。きっとこっち、こっちを越えた先に家が待っている。これさ、これちょっと連れて帰るの諦めようかな。なんかもう、これなんかさっきもこの光景見たんだけど、これデジャブかな。違う場所だけど、これシルクタッチだ。なるほどね。こんな山なんかなかった。ダメだ、これはもうダメだ。これはちょっとね、村人さんには申し訳ないけど、ここまで連れてきといてお別れする。ダメだ、一旦ダメだ。これは村人さん、ごめん、ここでお別れだ。あとはここからいい村を築くんだぞ。これいいね、あの商人っていうさ、村人を放つとさ、そこに町を作ってくれる可能性があるみたいな、そんなのがあると面白いねそういうシステムあったら。はい、果たしてね、これはね、無事帰ることができるんでしょうか。もう緊急事態ですよこれは。おおおおおおじゃないか、全然。あー、着いた、やっと帰ってきた。ここのね、湖にね、帰ってこようと思ったの。だけど全然うまく、そんなうまくはいかなかったね。まあでも無事帰ってきたー、よかったー。オッケーオッケー、まあ収穫もあったことだし、まあとりあえずね、結果オーライなんじゃないんでしょうか。はい、ということでね、今回はね、植林場を作りました。まあ、こんな感じでね、まあパッパッとね、できる植林場、まあこれだけでね、結構ね、十分かなっていう気はするんでね、もしよろしければね、皆さんもね、簡単な植林場を作ってみてください。とまあ村見つけたんでね、まあ、今度からあっちにやって、そのうちね、村人さんもね、連れてこようかと思いますんでね。はい、ではね、ハードコア目標達成まで頑張るぞー。ということで皆さん、応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。次の動画で会いましょう。バイバーイ、バイバーイ。